構皆さん覚えてくださってて、なんか嬉しいな。いろいろやってますね。箱の中身はなんだろうな、やったセイラがこの時から多分久保しおりを完全にあの舐めてた今その話するとセイラ、え違いますよって言いながら嬉しそうにするからわざとね言ってきますけれども、リナの皆さんたくさんねありがとうございます。全部思い出深かったです。もういいの？はい、よーいスタート。え生きてる？え生きてるの？超ビビりだよ。え生きてる？えタコとか生きてる？え生きてる？ええ噛む？痛くはない？痛くないと思います。え噛む？噛まない？いやちょっと待って、音を聞かせて、音を聞かせて、あなた噛むの？え待って、私想像してたよりも怖い。どうしようどうしようどうしよう。待って、あのね、もしかしたら、うん、久保さんが触ったら命を引き返すかもしれない。あーしいや待って待って、本当にどうしよう。ここ50分かかるやつだ。あー待って、誰誰誰、え今私触った？それとも違う、そういうやつ？え今さ、あー何何何、待ってダメだこれ、あの危ないかもしれない、危ないかもしれない、これ生放送だから危ないかもしれない、や危ないや、これ危ないやつだ。え今のもの、今のもの、え合ってる、今のもの、今え今やばー危ない、これ危ない、えこれ何、これを当てるの、え今のもの、え今のもの、えもしかして、え今のもの。さあなんか楽しかったね。3回目だけどカッキーはやっぱり、はい、楽しいねカッキーと話すの。もう3回目か。最近実は遠慮してたから、え話しかけに行くの今日いっぱい話して嬉しかった。いやなんか、うん、あの話そうって、わ、うん、あのこの間ちょっと隣にいた時だったんですけど、ねね、そうセイラもいて、そこにセイラもいた。セイラがね、うん、べったりもうホールドお腹にこうそうそうそうめっちゃそうなのよ。でもしおりはカッキーが好きだからとかいじってやってたけど、しおりちゃんひどいとか言いながらね、楽しくある収録をしてきましたね。